やっぱり腹ごなしの散歩よろしく、江ノ電駅裏のスーパーまでちょっと行ってみますかね。せっかく江ノ島これまで来たんだし。ヤシの実人形、もう一体ありますね。これ買おうと思っても売ってないんですかね、最近は。ああいうもんばっかり集めてもしょうがないですからね。うちに帰るのが面倒くさくなったらここに泊まるって手もありますね。いくらでしょうか。6000円あれば、まあ、部屋が空いてれば泊まれるようですね。まあ、帰んなくていいっていうのと、あと人によっては下手に行き帰りしたら交通費の方が高くつく場合ありますからね。ここをそのうち泊まってみるのもありかもしれませんね。かなり大きなマンションがこう隣り合って立ってるんですけどね、まあ、ここをなんとか東京へ通勤できますからね。しかもうまくすりゃ始発で座れるし、湘南で空気もいいし、リゾートでいつでも海に行ける。あ、でもこう物価は高いし、あと夏になるとやんちゃな連中がうるさいとか、まあいろいろありますからね。まあ、それを差し引いて、まあ、住みたい人はどうぞって感じですかね。実際家賃も東京と大して変わらないですからね。物価もちょっとそこ大変です。ここは冬、やっぱり江の島はオフシーズンなんですね。土休日なんですが、ほとんど人いないですからね。夏場だとちょっと日が沈んだくらいの時刻でもわんさと人はいるんですが、やっぱりあとウイルスの都合で中国人観光客が少ないっていうのもありますね。今日はちょっとこっちは乗らないんで、この駅裏の方へ行くんで踏切を渡っていきます。踏切の途中にこのねポイントのヘッドがあるんですからね。これやっぱり慣れない人なら、下手したら右のこの線路の方行っちゃいますね。実際行った人はあるかもしれないですね。でこう踏切道路に対してレールが斜めですから、よく慣れてない人、子供がよく自転車のタイヤはまってすっ転んでますからね。ちょっと駅裏行きますか。こっちを行くと駅裏ですからね。おや、この駅裏の飲食店の空き棚、なんか店また入りましたね。この前確かなんか江ノ島の巻き寿司みたいのをやったんですが、今はラーメンかなみたいですね。確かに湘南江ノ島ではありますが、こう路地裏で続くのかどうか、まあちょっと興味ありますね。
この交差点からこの先越越駅の直前まで併用軌道、まあ要するに路面電車区間がついてるんですよ。で今日ほんと早く起きてこれたらここも取ろうと思ったんですが、やっぱり2つは難しいですね。ここはまた改めて別の日に取りましょうか。とりあえずスーパーの方に行きましょう。こっちに行きます。駅裏の山下に着きました。隣にはハックドラッグっていうんですかね、ここも食品とかいろいろ置いてあるんで、こう2軒あると競争原理が働いて、物によっては片方のお店がやたらと安かったりするんで、そこは賢く値段を見て買うっていうのができますね。1軒だけだとどうしてもね、ほんと殿様商売の値段になっちゃいますから。さてお目当ての半額弁当はあるかどうか。さて結果はというと買いました。これが半額で50円ですね。でこの照り焼き、桃の照り焼き弁当、これも半額。もういろいろと入ってるな。まあいろいろと使ってますね。まあたまにはいいでしょう。ソルビン酸入ってないね。うん、まあじゃあいいかな。あともう一個、なんかタルタルもりもり弁当ですか、これも半額で。これね、こういうの最近多いんですよ。添加物とか材料名この裏に貼ってあるってのはね、こういうのはちょっといけませんよね。ひっくり返さなきゃ見えないっていうのはちょっとこれ卑怯ですね。あ、リン酸入ってるな。まあたまにだからいっか。本当これ食品の業者さん、これ考えた方がいいですよ。裏に貼ってるっていうこと自体ね、表に出せない材料を使ってるっていう意味ですからね、そんな商売しちゃいけませんよ。これは本当やめてほしいことですね。本当いけません、こんな。ちゃんと表に貼るべきです。そういうズルっていうか卑怯ですよ、それは。いけません、そういうのは。あとおまけのチューハイですね。8度梅ですよ、梅。なかなかないですね。レモンとかグレープフルーツばっかりで、まあ、ちょっと電車の中で帰り引っ掛けていくんで。でこれもね、オリジナルブランドだから安いんですよね。どれだ、あ、113円ですね。まあ、これは 10%、 それでもね、普通のサントリーとかの比べたら安いです。でなんだかんだでね、チューハイ代引いたら500円ちょいか、1000円ぐらいの買い物がね、本当に500円そこそこでできたっていうのは本当ありがたいですね。まあここ本当時間になったら一気に引いてくれる太っ腹な店ですからね、ありがたいですよ。でも最近千歳烏山の声優の値引きの仕方がしょぼくてね、うん、なんかしょぼいな、あの店最近。江ノ電の江ノ島駅まで戻ってきました。そりゃ最初に動画撮ったのもここでしたね。江ノ電の江ノ島駅っていうのは江ノ島に行くにはちょっと不便なんですよね。まあ、須花通りの端っこですから、ここから海岸まで歩かなきゃいけない。だったら小田急の片瀬江ノ島の方がもうすぐそこですからね。それにやっぱり藤沢とかで乗り換えるとそこからまた初乗りかかるんで、そんだけかかっちゃうからちょっとね、あんまり使うことがないんですよね。初めて動画撮った時はあれ、たまたま振り替え輸送で、まあただで乗れたようなもんですからね。だから江ノ電でここまで来たってわけなんですよ。ただこれから江ノ島じゃなくて鎌倉行くのに江ノ電ってこう使うかもしれないですね。今年から横須賀線に新型の車両が入るんですが、これがまた無粋なやつですからね。外見はなんか山手線と同じような車両で、で全車ロングシートって言うんですよ。いわゆるベンチシートですね。でボックス席みたいなのに座りたかったらグリーン車に乗れってわけですからね。本当に薄いですね。だったら藤沢で江ノ電に乗り換えて、それで横須賀じゃないです、鎌倉出た方がいいんじゃないかってね、横須賀線乗るよりも。
藤沢まで確か680か600それぐらいで、で江ノ電が300円ぐらいで、それ900、1000円、それぐらいので行けるはずなんですよ。まあ私の場合定期券があるんで、途中の馬喰町から横須賀線で鎌倉まで行っても確か940円だから変わんないんですよね。だったらね、そんな野暮な新しいそんな電車は全部それに将来変わっちゃうんですから、そんなもん使わないで、だったら小田急乗って、で江ノ電のね味のある車両で、それで鎌倉出た方がいいってなっちゃいますからね。これからその手使おうかなと思うね。横須賀線の車両が全部新しいのに変わっちゃったら、まあ、そこそこ長い距離っていうか、やっぱりあのボックスシート、まあクロスシートって言うんですけどね、まあ、あれに乗るっていうのも楽しみの一つなんですよね、旅情っていうか。昔国鉄メイドの 113系 っていう、まあ金庫型の車両っていうのは、まあ、全車そういうセミクロス、まあ、ベンチとそういうボックスの組み合わさった席で、たっぷり旅情が楽しめたんですがね、もう本当今こういう都市近郊の電車っていうのも社畜輸送列車になり下がっちゃってね、もう味も風情もあったもんじゃないですよ。ただ乗せりゃいいってだけですからね。まあ本当昔貨物列車貨車に家畜車ってありましたからね、そういう動物を生きたまま乗せるための貨車、確か貨っていう家畜の貨っていうの、それが記号だったかな。あ、そういや養豚車っていう豚を専門に運ぶ貨車もあったような、まあ、そういうのと同じですよ。今の電車っていうのはもう社畜の車だから、もうね、もう市っていうそういう記号つけた方がいいんじゃないか。いや市だったら食堂車か、もうね、もう社地でもつけた方がいいですよ。やっぱ多少なりとも日常から離れて観光地みたいなところへ行くのにロングシートじゃねえってね。ロングシートが嫌ならグリーン車金出すっていうのも、ちょっと JR のやり方なんだな。嫌だねそういうの本当。いかがでしたでしょうか。今日は江ノ島のヘリの方を回ってみました。まあ、江ノ島っていうと真ん中の参道から一本道で裏の稚児ヶ淵に至るまでっていう、そういう道しかないような感じですが、まあ、途中下道っていうのも分かりますが、行く先は同じですね。まあ、脇の方にそれるとまだまだ行くところ見るところあります。まあ、島の裏のホームのワイルドなところもあるんで、またそっちもまだ行ってないですね動画では。まあ、そっちの方もぼちぼち行ってみようと思っております。まあ、江ノ島っていうのは新宿の金券屋で安く手に入れれば往復1000円かんないですからね、交通費。まあ、気軽に、まあ、都会でのガスを抜けるそんな場所ですね、私にとっては。ちょくちょく来てるんでロケハン済みっていうのもありますんで、まあそこに行けば何があるっていう分かってるっていうことは、あそことあそこを組み合わせば取れるっていうのがあるんで、まあそういうところ取りやすいって言います。まあ、これが城ヶ島だと行ったことないところなんで何があるのかさっぱり分からない。あの城ヶ島のひなびた雰囲気いいんで、また行こうとリベンジしようと思います。まあ行かないことにはそういった情報もインプットされないですからね。ただちょっと行くのが値段かかるのがあれですがね、まああの雰囲気変えがたいです。まあ、島っていうのはいいですね。こう本土から離れて 橋とか、あと場合によっては船出ないと渡れない、その非日常性がまたいいんですよ。その現実からちょっとね有利していけるっていう、そういう、まあ、異世界っぽいそういうイベントみたいな感じで島っていうのはいいですね。まあ、江ノ島っていうのはまあ好きな場所です。またちょくちょく来ると思いますので、またその時はよろしくお願いいたします。今日はこの辺で終わりにいたします。ノンダックレイでした。